はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。はい、今回はですね、フィギュアの台座をひとまとめにしようぜの巻です。じゃあ行っていきたいと思います。はい、こちらなんですけども、約半年ぐらいですね、購入して開けておりませんでした。おそらくペイペイフリマで両方とも別々の方から買いました。 Thank you。 はい、おしゃれですねこちら。では早速フィギュアをつけていきたいと思います。はい、まずこちらですね、一番くじのフィギュアですね。はい、すべてですね、ワンピースの衣装となっております。最高でございます。はい、でこちら見ていただきたいのはですね、ニノのこのカバンなんですけども、なんとこの後ナビがぐちゃぐちゃのガチガチにしました。こんなカバンを後ろで持っております。はい、というわけでミク、いいですねワンピース。続きまして4つは、これはなんかワンピースと言えるのか。そして推しのイツキ、最高でございます。では早速こちらを順番につけていきたいと思います。5等分の花嫁、まだ見ていない方ぜひ見てください。こちらの台座に関しては細かなですね、微調整ができますので、本当にこちらは買ってよかったなと思いました。そして取り付け完了。はい、いかがでしょうか。かなり小スペースになりました。通常の台座だとこんなに密集することは絶対にできません。見てください、こちら。はい、というわけでこんな感じで飾ることができます。おすすめです。そしてもう一個、こちらはですね、台座セッティングに結構手こずりましたね。もしかしたら置く場所間違っているかもしれません。かなり苦戦をしております。一応取り付け完了。でもよーく見るとなんか四つ葉だけがなんかはぶられているような感じなので、もしかしたら並び順間違っているかもしれません。はい、フィギュアケースに並べてみました。この10人がここに集まるなんてことは絶対に普通の台座だと無理です。はい、というわけで、まあ、ギリギリなんですけども、2つのフィギュアを1つのところに収めることができました。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。というわけで、もしこういったですね、台座興味がある方、買ってみてはいかがでしょうか。